今日午前、広島護国神社を訪れたのはカープの新井貴浩監督やコーチ、球団フロントなど80人です。本殿で新井監督と松田和弘オーナー代行が玉串を奉納し、今シーズンの必勝を祈願しました。そして絵馬に願い事を書き込んだ新井監督、39年ぶりの日本一へ向け来月1日キャンプインです。何かこういよいよ始まるなという気持ちになってきましたね。まあ、やっぱり一番ね、頂点を目指して戦うのは当然のことですので、日本一と書かせていただきました。テーマですか、切磋琢磨ですかね。がむしゃらに私自身も、選手とともに、汗を流し、泥にまみれてやっていきたいなと思ってます。